はい、では始めます。一芸ラジオ寮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日板橋の、住所は徳丸です。徳丸、はい、稽古場にお邪魔してお送りしたいと思います。シアタージャパンさんの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、すごい人数いるんで、一人ずつ自己紹介をお願いします、はい。劇団1期生宮下美和と申します。劇団では振り付けもやってますし、もちろんプレイヤーでもやってますけれども、時々企画本も書いたりして、とりあえず、まあ、何でも屋ですね。よろしくお願いします。どうぞ。あ、はい、同じく劇団1期生の市村恵子と申します。立ち上げの時からずっと、まあ、いろいろやっておりますが、まあ一応役者なのかな。まあ一応1期生はみんな何でもやっていうことで、よろしくお願いします。はい、お願いします。同じく1期生中山圭です。1期生の中では最年少ですけども、まあうち設立から今年15年目なので、おまあ計算していただくと分かりの通り、もちろん大台には乗ってます。一応女優メインですけども、歌唱指導もやってます。よろしくお願いします。はい、いきなり男性いきますけども、1期生の奥住雅俊です。よろしくお願いいたします。舞台上では結構役者もいるんですけど、トン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 こうあの叩いて、あの舞台道具なども作っておりますけども、まあその他もね、いろいろやらせていただいてますけども、はい、まあ、そんな感じでございます。はい、よろしくお願いします。6期生の高江です。よろしくお願いします。劇団の中ではちょうど中堅に当たるんですけれども、今日いるメンバーの中では一番後輩です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その1期生6期生って出てますけど、何期生までいらっしゃるんですか今。12、あ、本当は14まであるんだけど、まあまあ、きつくてやめていたりだとか、もろもろな事情で、実際は12ですね。はい、14年目、15年目、はい、そうですね。なるほどね。ずっとここですか。それが一番最初なります、はいはいはい、だったんですけど、一番、あ、まあ、もうちょっと前から行くと稽古場を持ってない時期もあるんですけれども、はい、まあ、いろんなところ転々と稽古していって、で成増に、まあ、どの道板橋区でやってたんですね、うん、その成増の時の稽古場はまあすごいことだったんだよね。もうそうですね。あのちょっと台風が来たりとかっていうと、ちょっとね、屋根材がなくなってしまったりあの水がポタポタ落ちてくるとか、そうそうそう、いろんな、よく屋根修理の作業してて、そうそうそう、あのどこどこ落ちてましたね、はい、あの、あと、たまに床が抜けそうになるとかね、いろいろあったんですけど、あとシャッターが外れて通報されたりとか、信号宗教に間違えられたりとか、そんなのをね、まあ、ある意味乗り越えてきたというか、そうそうそう、雨の日にトイレに入ると濡れて帰ってくるっていう、よくわからない傘がいる、傘、雨の日、トイレに入るときに傘がいるっていう不思議な劇そこで何年やったんですか。4年頑張りました、はい、頑張りました。そう、あ、うちでももともとこれ言わなくちゃいけないことがありますよ。もともとなんでできたのかっていう経緯、もともとは俳優の夏祐介芸能生活30周年記念、そうですね、っていう公演の寄せ集めだったんですよね、うん、ねえ皆さん、そうです。いや、あの代表と、まあ、夏祐介が、まあ飲み友達でも、あの、ナツさんの絡んでた作品で振り付けで、ね、入ったりとかっていうところからつながりができたっていうところですよね。そこからの飲み友達だよね、まあ、結局ね、そこに私奥ちゃんとも飲み屋だってるからね、一番最初、はい、一番最初そうですね、代表とね、ナツさんいてっていうところに俺もお邪魔した時に普通にいましたからね。そう飲み屋であったっていう、まあ不思議な経緯なんですけど、うん、はいはい、でそれでまあ、周年行事、あの夏さんの周年行事に合わせてうちが公演を打ったんですが、その時はまだ劇団じゃなくて、うん、でそのメンツでもって劇団を作ろうってなったのが、うん、まあ、きっかけなんです、うん、で、まあ、うん、大変だったね、何にもなかったからね、力いろんなことを最初はそうですよね、稽古場作るんですよ
大工ですよ、大工。大工ですよ。今いらしてるこんな立派に見えるここも、はいはい、ほとんど内装自分たちですから、ね、はい、全部これ、この壁ないですか、壁建てたのも全部自分たちです。俺はちょっと見せたいですね。いや立派です立派ですよ。リスナーの皆さんにもね、ぜひ見ていただきたい、まあ、アトリエ来れば分かりますけどね。はい、あの壁は劇団が建てたんだなって。もともともう何もないワンルーム、はい、もう何もないです。コンクリート打ちっぱなしの壁で全部、はい、見えないですよね今ね。ペンキ塗ったり壁紙塗ったりしてるから見えないですけど、ね、ぶっちゃけ、はい、ここのスペースシャワールームでした。今これデスクがあるところ、はい、デスクあるところシャワールームだったんで、これとかも全部貼ったんですよ私たちで。すごい。そうなんですよ。っていうのをなりました時はこの稽古場の何倍も広かったので、もうね、坪数も結構あったっていう。ボロかったボロかったがゆえにもう工事ですよね、全員で。あの日が暮れる、電気通ってないので日が暮れると終了って電気通ってない。あ、まだ電気が通す前だったので、廃墟だった。そう、廃墟だったところを全部、はい、そこをお借りして自分たちで改装してたっていうのが、はい、その廃墟だったところを回りしたために宗教団体に間違えた。あ、なるほどね。トイレもトイレ行きたくなったら駅前のスーパー行けって初めのうちはね、初めのうち工事してる時、うん、まあ、できてからもね、そんなすごいトイレではなかったけどね。そしたら見えるっていう。2階部分でトイレで下がこう隙間から見えるって結構怖かったっていう。あのラジオ聴きの皆さんはどんなことを想像してるんですか。想像が追いつかないで。そうですね。そんな感じで。でもとにかく広かったんですよ。なりますわね。自動車工場。うん、跡地をお借りして、はい、印刷、自動車の工場、本能の某一流企業。あんまり言えない、ね、あんまり言えない、ね、今もうそこはあのマンションになってますけども、はい、うん、綺麗になって、綺麗になってますね。まあ宗教だよね、あんな。たまたまその時に全員お揃いのレオタードの衣装がある、うん、あって、それを使う作品をやったんですよ、うん、でそれが胸に十字架がついてるんだよね、はい、余計に見た人はっていう。なるほど。選択して外に持つと、そうそうそう、その衣装がずらっと並んでるんですよ、はいはいはい、でそれ見たご近所の方たちがあれっていう風になってしまう。そうなりますね。はい、なりますね。そうね、あと今もそうですけど、音が漏れる、普通の建物じゃないですか、うん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 、防音じゃないので漏れるから、もう最初はなりますの時もうち全然音気にせず窓全開でやったりとかしてたんですけど、それはうるさいじゃないですか。それでもう苦情の嵐で、で粘りしたんですよ。その粘りがまたそのあらぬ誤解を生みます。そうですね、余計に。でも結局近所の人も見に来たりとかしてね、あの最終的には応援してもらう感じになってて、なんかいろんな差し入れも来たりとか、まあ貧乏だろうっていう感じで差し入れも来たりとかいろいろして、まあすごいとこだったからね。アトリエ公演もだってやってましたけど、なりますの時から、うん、男性のトイレとか悲惨でしたよね。すごかったね。 あれはもう仮設で作ってた、仮設でバケツが置いてあるだけっていう。お客さん用のですよね。お客さん用の。もうどうにもならないよね。凄まじいとしか言いようがない状態だから。アトリエ公演やるんだけど椅子がないんですよ、はいはい、全部揃った椅子がないの で、うん、あで今座ってるこれとか、あのお客さんの椅子になってたりしてたんですよ。ソファ、3人掛けぐらいの、パイプ椅子、パイプ椅子、ソファ。そうそうそう、あと講座。そこ高い席だったりする。値段は一緒なんですけど、はい、早いもん勝ちです。なるほど。何人かは言ったり、ゴザ、座布団、パイプ椅子、ソファ。ちょっと格差がありますね。他いたっていう。なんかこうアトリエ公演やるのに公演場所とは思えないぐらいど真ん中に柱が立ってる。あ、客席もうそこ座ったらお客さんもこうですよ、柱から右左に顔を出してもらい、すごい。何席ぐらい作れたんですか、そこで。そこ 100人ぐらい入れます。一番入ってそのぐらい。でもあれ100人入れちゃいけなかったんだ。入れちゃいけないとか、入るんですけど床が抜ける。ちょっと危ない構造上ダメ、構造上ダメ、ドンっていく。大体でも60人ぐらいのアトリエ公演とかやったんですけど、ある時にちょっとすごい勢いで売れちゃった時があって、その時はみんな青ざめて抜ける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 。ちょっとどうされたんですか。いや、やりましたよね。そのまま、抜けずに、あの怖い、出てる方が怖いまま。ドキドキしながら、でもね、一応何もなく。肝心なこと喋ってないですけど、ミュージカル劇団に、はい、はい、ありがとうございます。利用していただいて。そうなんです。ミュージカル
ってなかなかないですよね。なんか自分たちやってるから分かんないですけど、そう、あの、うん、オリジナルでミュージカルやってるとこってなかなかないんですけど、 うち、はい、まあ、基本的に全部オリジナルなので、はい、あのもう作曲家も、まあ、今度こうやる時にも、はい、あの手伝ってくれますけど、大沢君っていうのがいまして、その、まあ、あの発足当時から手伝ってくれてる作曲家なんですけど、はい、でみんな作ってもらって、うちの公演とかも作ってもらって、で大変なんですよ、一作品オリジナルで作るのって、はいはい、結構一公演やっぱかお金かかっちゃうんですよね、うん、でやってるところは結構少ないんですけど、まあそれでもあの皆さんの協力のもと、自分たちで言うのもあれですけど、面白いものはやってるんじゃないかなとは思いますね。この本も元々ある戯曲をなんとかじゃなくて、あ、オリジナルっていう場合もあるんですけど、あのほぼオリジナルですね、ゼロから、はい、はい、あ、それは珍しいですよね。立ち上げのコンセプトの時は年に2回で、その1個は社会派、1個はファンタジー、ファンタジー、娯楽っていうコンセプトだったんだよね。もういつの間にか6期生ぐらいになった時はちょっとそれが、そうね、でも本校は 100% オリジナル、そうですね、その原作があるものもありますけど、うん、世界で初めてのミュージカルかとか、うん、多分ね、ありましたもんね、うん、そういった意味では結構珍しい劇団ではあるかなと思うんです、うん、でもあのうちの大将が、いや代表が、あのもともと NLT っていう劇団にいた人なので、うん、NLT 自体は、まあ、文学座と分かれた劇団なんですけど、あのお芝居、もうお芝居っていう、まあ、そうですね、もうコテコテのお芝居のところだったので、はい、あのミュージカルをやってるんですけれども、結構芝居の力量とかっていうのは あのいろいろ言われますね、うん、その実力的なところはすごいこだわって、うん、お芝居のところの実力もすごいこだわってるし、まあ、もちろん歌と踊りもそうなんですけど、うん、あのやっぱり歌でもちゃんと表現するとか伝えるっていうところ、ただただ 音を鳴らすっていうことではなくって、こうちゃんと芝居として歌うっていうところはやっぱり重要視してるから、芝居色は濃いミュージカル劇団かなとは思いますね、うんうん、一言何十回も言わされましたかね。そう、最初の頃は、ね、お母さんお弁当だっけ、お母さんに夜食、あ、こさんが夜食だっけ、何回言わされたんですかねお母さんに夜食って言って笑顔で持ってくるっていうシーンがちょっと負けあったんですけど、だけなんですか、それだけを1時間以上やらされて、うん、でしかもどう違うのかは言わないので、あ、違うその繰り返しですね、お母さんに違う、お母さんに違う言い方でしょ、もう分からないです、こっちはもう言い方なのか何なのかも、なるほど、そういうだからすごいちゃんとやりますね、深くいとこまでやりますね。まあでもそうやってやってる方がまあ面白いですけどね、まあそうですね、うん、やっつけでいろいろやるよりかきっちりいろいろ作品、うん、こうやってどうやってやればお客さんに楽しんでもらえるかっていうのはもう、うん、あのずっと考えてやるから、うん、その辺のところを追求できる劇団ではあるかなと思いますね。綺麗、うん、はい、うん、にいきましたね、綺麗にいきましたねいやそろそろ時間どうかなと思ってありましてそうですか、そう言わなきゃいけないことも言わないとそうですねそんなあの遊んでるだけの劇団じゃないと思って遊んでるだけじゃないぞとそうずっと稽古場作ってるわけじゃないからちゃんと作品やってるよみたいな話これ聞いた人そのイメージしか残ってないかもしれないですね。少なくとも僕今そのイメージないこれはまずい、まずい今は東武練馬ですかね。そうだよね、はい、そうです、なりますよ、今でもマンションあるだけですから、そうです、東武練馬、徳丸にあります、アトリエ公演となるとここで、そうですね、上大稽古場、あ、この上、はい、上大稽古場があって、そちらで自分たちで客席作って、あ、また作る話になっちゃった照明釣ってっていうの全部やってます、はい、はい、音響出してっていうの全部やってます、すごいですね、そう、でそれを毎年じゃ劇団に募集してて、はい、そうなんですよ、はい、そこ大事、そこ大事、ありがとうございます、いい振りをしてくださりますね、素晴らしい、はい、なんかともすれば今忘れかけてます新募集、そうなんですよ、まあ劇団員もうかなり募集しておりまして、劇団員です、大工じゃなくていいです、大工です、劇団員です、劇団員、時に大工大工ができたらベストです、大工ができたら踊って打てるすごい踊りながらそうそうそうなんです、はい、まあ、一緒にできる仲間をねやっぱり、うん、募集してて、うん、自分たち言うのもなんなんですけど、結構地元に根ざしてきて
あの小学校やら何やらガンガン増えてきてるんですけど、だんだん対応しきれなくなってきてるところがありまして、で秋口とか特にここにいるメンツなんかはあの台本3つ4つ抱えていろんなことやらなきゃいけなかったりとかもしているので、はい、だんだんね、まあ、皆さん年齢もいろいろ来てるところもありますので、うん、体力的にもきつくないです15周年ですからね。そうそう、とにかく仕事量半端ないですからね。仕事量半端ないので、あの本当に一緒にできる仲間を数多く募集してまして、うんうんね、どうですか、広報でよければ、ね。あのうちの代表がちょっと今日欠席なんですけれども、言い残していたってことは、まあ金は潤わないけど心は潤うよって言ってましたね。はい、はい、うん、まあ、だなので、あの一緒にやれるメンバーを本当に大募集しております。通年募集です。そうなんです。はい、あのいつでも受けていただければ。残念ながらちょっと学生さんはあのうちの稽古が昼間なので、うん、一応学生さんはあのもう本当昼は学業に専念していただきたいということがありますので、うんうんうん、学生さんはちょっと不可なんですけれども、はい、それ以外でしたらもう、うん、もう熱意さえあればね、そうそうそう、プロとして活動していく意思があるやれば、そんなら、はい、本当に本当に心から募集しておりまして、で、まあ、そうするとね、営業数もあの増やすことができるの で、うん、でね、はい、今だとちょっと頭打ちになってしまうので、ぜひいっぱい入ってみんなで一生懸命舞台作りましょうっていうのをやりたいですね。わかりました、はい、連絡先はどちらに。0359212444が電話暗証です。素晴らしいですね、はい、で2434が、ファックスでございます。はい、で、メールの方でもね、あの劇団シアタージャパンでも検索してくれ出さればもうすぐ出てきますので、はい、はい、それでもいいですし、メールだとメールアットマークシアタージャパン .com だよね。はい、ありがとうございます。なので、はい、そちらでも構いませんし、まあでも、はい、あのホームページの方でも新人募集のやつは横とかも出ているので、はい、そちらから来てくださっても結構です。本当に本当にやる気さえあれば、あの、うん、もう何だったらね、本当に、あの、うん、別にもうすごい入んなきゃと思わなくても、うん、あの見学だけでも、あ、そうそうですね、もう一回見てみて、はい、ああこういうことなんだって分かってから入っていただいても全然、ね、あの大丈夫ですかね、うん、全然あの誰来てもいいようなとこなので、あの時々あのおじちゃんとか差し入れ持ってきたりとかするようなとこなので、あの本当に見学だけでも構わない、まあ楽しんでね、あのやってもらえればいいかなと思うんですけど、うん、こんな感じ？まだ時間大丈夫？こんなとこで、こんなとこでいいですか？まだもうちょい行けますね。もうちょい行けますか？高橋さんあんまり喋ってないけど、そうなんです。私あの旗揚げ当初のトンテンカンテンを知らないので、ちょっとなかなか入りづらいです。高橋さんの好きな本公演の作品は何？好きな本公演の作品ですか？私あのどの本公演の作品も大好きなんです、うん、大好きなんですけれどもなんですけれども、いやいやいや一番、まあ、思い出深いのはやっぱりハンドインハンドですかね。へえ、はい、あのそうなんです、私そうなんですよ、6期生なので、まあ、入団してもう10年近く経つんですけれども、入団する前に静岡県の富士市で、うん、公演をやったハンドインハンドという作品に市民キャストとして出していただいて、市民と私たちが合流してやったり、まあ、一緒にコラボレーションして、そうなんです。もうその時初めて皆さんとお会いした時には、ああプロの方だっていうところから始まってはい、はい、まさかその時に自分が同じ舞台に立たせていただけるとは思わず、うん、そのハンドインハンドという作品がもう全てのきっかけでした。シャトジャパンのデバイです。それが昨年の本公演で再演させていただいたので、やっぱり思い出深いですね。ハンドインハンドっていうのはこうまた次のもう一個のラジオに続いちゃう話なんですよ、これ、うん、じゃあそれまた次回、はい、そうですね、はい、お楽しみに。ツービーコンテンツみんなうめえなやらしいな、なんかね、まあ、これでも台本ないですよね。なんもないですからね、フリートークですよ。なんか幸せ3分でしょ素晴らしい。意味もなくボールペンとか置いてあるけど何も書いてない。シアタージャパン来るとこういう力つきますからね。その場の対応力で。でも芸人じゃないから、ね、よく間違えられる。これ一芸ラジオって言うんですね。そうです。あれ私なんか一芸しなきゃいけないのかと思ったよ。ラジオでできる一芸。一芸ってすげえ難しいなと思って。難しい。見えないの。やったボケをこうなんかね言わなきゃいけない。全然面白くないです。
すみません、変なプレッシャーで。こんなことない。じゃあ次回もお楽しみにしてください。はい、シアタージャパンの皆さん、ありがとうございました。あ、短い。もうちょっといきましょう。あと4分いけますね。あ、結構いけますね。何ありますかね。言い残したことあるあ、マケイさん何が好きよ。本公演の作品ですか。本公演の作私、やっぱりブループレートスペシャルかな。あ、一番最初の旗揚げの作品で、まあ、当時 の医療問題を取り上げて、まあ、今随分改変されたんですけども、当時その医療に関して の、 そのいろいろ患者のことを、ね、患者って言わないで患者様って呼んでくださいとか、こういわゆるそのいわゆる医療現場とその実際の現場の違いのこう苦悩みたいなやつをちょっとこうオブラートに包んでやったんですけどね。好きな作品は他にもあるんです。涙のオークションとか、いい作品ですね。いい作品、ホルストメールも私なんだかんだ好きで、うん、いい作品あるんですけど、思い出深いって言ってやっぱりブループレートスペシャル、ね、長い間やっぱり ね、 あれはね、今は亡き夏さんが主役で、うん、そうなんですよ、夏祐介が主役でやって、ね、やっぱりうちの原点かなって思う、うん、そうですね、うん、もありましたしね。ブループレートスペシャル、あのお話はあんまり私なんか私自分のお家がお医者さんなので、あんまりそのなんかその斬新とか新鮮とかあんま思わないんですけ ど、 なるほど、ただ思い入れはあります、うん、泣ける、曲を聴くと泣ける、いまだに、うんうん、奥ちゃ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 ん、いや、まあね、あ今ここ出てたんですけど、オーカスさんとニコレットっていう作品がありまして、で、ね、あのちょっと個人的にものすごいケチョンケチョンにこうまあ、いろんな意味でですけどね、その、まあ、プレッシャーであったりとかって、あの本当にダブルキャストで一応主役やらせていただいたんですけど、本当にもうメインでいる方のもう本当にまだ本当に当時何にも分かってないような状態なのがいきなりこう抜擢されて、もうなんか右も左も分かんないっていうような状態とかで、もう周りの声もいっぱい聞こえてっていうところで、もうすごく大変な、まあ、目にあったというか、自分が結局ねそういう風な状態であったから、だからしょうがないのかなっていうのもあるんですけど、でもやっぱそのすごいプレッシャーだったよね。はい、あのまあ結構多分この状態で言えない言葉もいろいろ言われてたりあったりもしたんですけど、みんなもだってなんか結構バーリアーな感じでしたもんね。うん、まあでも逆にでもね、今、まあ、そういうなんかそういうなんか結構辛い思い出みたいな感じではあったりするんですけど、でもなんかそれがあったからこそ今自分がいるのかなっていう、ある意味こう感謝的なところもあったりするので、したな、いいこと言うね。皆さん何ですか、皆さん好きな、私は、私なんだろう、案外困りますよね。困るね。いや、でも全部好きだよ。どれもこれも好きです、うん、結局みんなね、多分ね、あの自分本書くので、うんうんうん、自分の書いた本とか好きとか言うとやらしいでしょ。なんかあれですよ、この時はこういうこと考えてたなとか。そう、 あるんですけど、うちの本声になったやつも書いたりとかもしてるんですけど、あの印象深いっていうのが、その命の輝きっていう作品をこの間荒川でもね去年やったりとかもしてるんですけど、まあ結構いろんなところで売り公演でやってたりもするんですけど、あれを書いた後に自信があったんですよ。でその書いてる作品中に大地震のその空想のシーンがあって、大地震があったらこういうふうにあの動くんじゃないかっていう、その要は本当あのフィクションで書いてたのに、うん、本当に起きちゃって、うん、すっごいびっくりしたことがあって、でその後にその公演をやるときにいいんだろうかっていうのがあって、だからちょっと好きな作品とはちょっと違うかもしれないですけど、あのすごい悩んだ作品ではありましたね、うん、やってる最中に。でこれなんか言われるんじゃないかなとか、あのやっぱりもう生々しいじゃないですか、うん、でそれをこうなんか綺麗事のようにちょっと書いてたところでもあったので、どうかなと思ったんですけど、その後のセリフを変えたりとか、うん、でいろいろこう作品の中もちょこっと変えたりとかして、でその地震の後でも上演できるような作品に書き換えたりとかしたんですね。でそれがやっぱちょっと、あやっぱ生き物なんだなって、その作品もその昔に上演した作品であっても今公演打ったらまたセリフを変えたりとか、うん、でそれこそ、ね、シェイクスピアの時代からずっと舞台ありますけど、シェイクスピアの
作品を今の人たちがやるとまた変えるじゃないですか、はい、だからあの舞台って意外と廃れないんだなって、うん、その昔と同じ作品やってても手法を変えたりとかなんかやり方を変えると現代に合うものになったりとか、うん、でその命の輝きもそうだったんですよ、うん、逆に合うようになっちゃったんですね、うん、だから今でもいろんなところで上演したりとかするんですけど、だからちょっとそういった意味では印象深い作品はそれかなっていうのはありますね。だから作品は劇団の宝ですよね。そうですね。だからプロデュース劇団とかだと寄せ集めであのその場限りの劇団とか結構あるんですけど、やっぱそうやって歴史あっていろんなものをやっているとその作品に歴史がやっぱりついてくるので、でマヤ店舗とかもねやっぱりあの同じ仲間をつってやってるんでどんどん良くなっていくし、で役もどんどん掘り下げて考えるようになるから、再演再演ってなってくるとやっぱりちょっとどんどんこう深くなっていくっていうかね、まあ悪い意味では慣れもあったりとかもするんですけど、まあそういうのをなるべくこうなくしていって、もう一回新鮮な気持ちでもう一回掘り下げてってやっていくと、もう作品自体がやっぱ深いものになっていくから。あと同じ作品なんですけど、私なんか役チェンジが多いんですよ。あの今度やるその女番長の話でカミソリお京っていうのが出てくるんですけど、あの初代はダブルキャストでやってるんですけど、私その後役をいろいろチェンジしてるんですよ、うん、だから違う役で同じ作品で本番をやると角度が違うんですね、作品の角度が、はいはいはい、それもねものすごい面白いですよ、うん、今度劇団になりたいと思ってる方すごい面白いです。だからあのこの人が主役で、それで主役でやったサロメっていうのも私役も変わりましたし、地方も行ったし、そうするとやっぱり見る作品のその角度が変わると感じ方が変わってくるんですよ、うんうん、だから一個の舞台だ、劇団員での楽しさっていうのはそういうとこかなっていうのはちょっとすごい思うので、うんうんうん、今度劇団になる方っていうことで、長年やってる劇団ならではですね。そうですね、もうねかなり超えましたよね。では2回目です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。一点。